ビットコインが7万3000ドルにて頭打ちしたことは明確でした。そしてビットコインが現在、期待通りに調整を継続させており、私はまだビットコインがさらに調整を継続すると考えております。本日ですね、ビットコイン、どの価格帯を注目すべきなのか、そしてビットコインですね、こんなにも急激に下落しているため、反発がね、数パーセントと大きくなる可能性があります。短期的にデイトレードを入れるね、まあ、良いチャンスにもなるので、本日ですね、まあ、どの価格帯を私が見ているのか、そしてですね、まあ、現在合計で約2500万円以上のショートポジション現在の私オープンしている状態でございます。現在バイビットにて1万ドル以上の利益となっています。そしてビング X でですね、急遽ショートを入れて3000ドル以上の利益となっている状態でございます。本日ですね、こちらね、いろいろ含めて話していきたいと思ってるんで、本日動画もね、最後までね、必ず見ていくようにしてください。はい、ということですね、ビットコインで現在調整を始めている状態でございます。そしてね、まあ、ずっと話してたと思いますけど、7万3000ドルにてビットコインがね、頭打ちしていたことは明確でした。そして時間の問題によってね、ビットコインがね、下落することもね、話したと思います。そしてビットコインですね、こちらとても重要なサポートゾーン、6万ドルのサポートゾーンですね、こちら。こちらをね、見事に割ってきた状態でございます。はい、これね、まあ、完全に今下目線的なね、チャートの構成してます。で、今ずっとね、話してきたと思いますけど、ビットコイン7万3000ドルにて天井している可能性がね、非常に高いことをね、言及してきたと思います。そしてね、本日の X のレポートでもね、更新しましたけど、まあ、ビットコインですね、私たちね、もうすでに 100% ね、すべて、利確しております。X にてね、全部ね、リアルタイムの更新していますけど、こちらね、3月5日のツイートですね、3月5日のツイートとなってるんですけど、このようにですね、ビットコインの現物に 100% ね、売却したことをね、皆さんにね、報告いたしました。で、まあ、どのようなね、チャートをね、予想していたのか、このね、3月5日の時点でですね、3月5日の時点で、まあ、このようなチャートになる可能性がね、非常に高いことをね、話していたと思います。そしてね、見ていただいて分かる通り、まさにね、この、ちょうどですね、7万3000ドルまで上昇していって、下落していたことがね、分かると思います。でね、私たちね、ずっとね、ビットコイン7万3000ドル、まあ、このね、黄色い箱ですね、6万ドル台は利確エリアだということをね、話していたと思いますけどね、まあ、ほとんどはね、私たちの分析をね、信じることがありませんでした。で、私ね、かなりね、警告してきたと思います。ビットコインが頭打ちしているので、まあ、ビットコインの現物に利確した方がいいですよ、私だったら利確しますよって言ったことをね、話したと思います。そして実際にビットコインのショートもね、オープンして、まあ、自分の分析にね、まあ、自信があることをね、まあ、こちら共有していたと思います。まあ、日本円にして利益は約200万円ほどとなっている状態なんですけど、はい。まあ、これほどね、警告したと思いますけど、おそらくビットコインの現物の利益をね、確定したのが、私ね、3割ぐらいだと思ってます。この動画を見てる3割ぐらいしかビットコインをね、利益ね、確定していないと思います。で、なぜね、3割ぐらいの可能性が高いかと言いますと、はい。まあ、これ人間の心理なんですよ。7万3000ドルが誰もが天井だと思っていませんでした、実際。もう各インフルエンサー上目線で、ね、下がれば買い。今でもね、おそらくね、下がれば買いって言ってます。でもね、それが、まあ、普通すぎる考え方なんですね。逆に賢い投資家たちはそれを逆手にとって売却してくるので、私ね、ビットコインね、まだね、大きく下落すると思ってます。そして、メインのターゲットね、メインのターゲット、これ皆さん気になってると思いますけど、この4万8000ドルね、4万7000か4万8000ドルのこのサポート。ちょうどこのあたりの、まあ、高値になってたこの価格帯が重大なサポートになってくるので、ここをねよく見ていきたい。ただビットコインがね急激に下落してくるのであれば、このね1日2日ぐらいでここまでね、この価格帯5万ドル5万700ドルまで下落してくるのであれば、まあ、ここの流動性ね、ショートの流動性を借り取って反発することもあるので、一応ですね、自分が見ているのはこの、まあ、正確に5万570、まあ、この5万570を一時的に割ってきたら一瞬でね、変わり始めると思うので、この5万570ドルにて短期のロングね、入れていこうと思ってます。はい。5万570ドルなどで先物のロングなどね、入れていってもね、いいと思います。で、ビットコインですね、まさにね、自分がね、まあ、想定していたね、動きをしているわけなんですけど、まあ、何回もね、話していた通り、ビットコインが、ね、天井のストラクチャーを形成していたんですよ。で、天井というのはですね、誰もが天井だと思わない時に天井でね、作成されるんですよ。逆に1万6000ドルのビットコインが、まあ、即打ちしていた際、去年。誰もがそこだと思ってなかったんですよ。さらに1万ドルまでね、下落していくことをね、ほとんど予想していたんですけど、まあ、これがね、そこだったわけなんですよ。はい。ので、多くが思う逆方向に動くね、相場動く習性があるので、それをね、よくね、理解する必要性がありますので、まあ、ほとんどのね、まあそういったね、まあ、X とかね、まあその YouTube とかで、まあそういったね、声とかっていうのは、まあそれってね、多くの人々の声である可能性が高いんですよね。
はい、ので、まあ、統計学的にも、まあ、逆のことを言ってるね、多くと逆の意見を言ってることがね、よくね、当たってる、まあ、ことが多くなるんですよ。何事も人生においてもですよ。はい、人生において、例えば格闘技で、まあ、誰々が勝つだろうってみんなが思ってるけど、勝てなかった、まあ、勝たなかったとかね。まあ、そういうのがよくあるんですよね。それが、まあ、なんて言うんですかね。この世界の真理っていうか、人間の真理っていうんですかね。まあ、ちょっと深いんですけど、まあ、とにかくね、まあ、相場もね、人の真理によって作成されてるので、まあ、そういった、まあ、ことがね、起きやすいんですよね。で、まあ、このように、まあ、ビットコインがね、まあ、まだ7万ドル台にてレンジしてた時にこのような動きをねする可能性が高いよと。そして一時的に7万3000ドルの流動性借り取る可能性もあるっていうことを話したと思いますけど、まあ、可能性としてね、あくまでもそれを考慮していくのが、全ての可能性を考慮していくのが投資家ね、まあ、トレーダーの役目なんで、それまで考えていました。はい。で、このようにですね、天井のストラクチャーを形成していて、まあ、ここがね、利確ゾーン、テイクプロフィット、はい、利確ゾーンっていうことをね話してたと思います、この黄色い箱が。のでまだ個人的にですね、この黄色い箱ね、まだ5万6000ドル付近まであるので、個人的には全然いい買い時だと思ってます。で、最終的なターゲット、短期的にはこの、まあ、さっき言った5万7600、700ドル付近、5万7570ドルと、この、まあ、4万8000ドルを見てるんですけど、さらに下落してくると思ってます、最終的に。で、すぐには下落してこないんで、数ヶ月ぐらいかけて、来年ぐらいに、まあ、2万ドルに1万8000ね。まあ、2万から1万8000、まあ、2万ドル台って言いましょう。2万ドル台に、まあ、下落して底固めしてくると思ってます。で、1万8000ドル付近、1万7000ドル付近で入ってくる可能性があります。で、これ聞いたらね、こんなことあり得るわけないじゃんと思うかもしれません。で、これ下落しても全然許容範囲内っていう方ね、たくさんいると思います。はい、まあ、それももちろんね、その承知の上で全部話してるんで、最初から。それを全部分かった上で言ってるんで、まあ、2万ドルがね、まあ、到達するのはね、まあ、時間の問題なんで、7万3000ドルで6万ドル割るのも時間の問題だということをね、話したと思いますけど、まあ、時間が全てね、答えを教えてくれるんで、まあ、これでね、私の分析が合ってるか合ってないかね、わかると思います。1万6000ドルの即打ちもね、一応ね、こちら言い合ってました。そして3万2000ドルをね、ブレイクすることもね、1万6000の時からずっと話してたんで、で、当時覚えてる方はね、これね、ずっとみんなね、ほとんどの人はね、下目線だったんで、はい、またね、同じようなこと起きると思います。当時ね、2万ドル台までね、下がってきます、来年ぐらいに。ので、まあ、ビットコイン何回も話しますけど、自分はね、すべて利確してるんで、そして今ね、ショートポジションを保有している状態でございます。はい。ので、まあ、全然不思議じゃないですね。ただ短期的にロング拾っていって、まあ、スキャルでね、稼ぎやすい、ボラティリティ大きいんで、スキャルで稼ぎやすい場面となってます。はい。そしてもしね、トレードしていきたいのであれば、こちらですね、今現在ね、自分はコイン W をおすすめしてます。で、なんでコイン W のおすすめしてるかと言いますと、ちょっと説明欄、ちょっと横でね、すみませんなんですけど、こちらですね、新しい取引所っていうわけじゃないんですけど、最近ね、かなりね、勢いに乗ってて、こういったね、新興取引所っていうのは、まあ、後からね、一気にね、波に乗ってくる可能性があるんですよ、ビットゲットみたいに。で、こういう新しい取引所って、まあ、1000ドルのボーナスとか今やってるんですけど、コイン W。まあ、こういったね、意味がわからないほどの大きいボーナスね、提供してるんで、それでね、今実際自分トレードしてるんですけど、まあ、このコイン W ね、説明の一番上からね、自分ね、これね、メインで使っていこうかなと思ってるんで、使いやすいんで、あと KYC ね、本人確認ね、必要ないんで、まあ、コイン W ね、まだ持ってない方はね、たくさんいると思うんでね、こっからね、登録してったら、自分の VIP トレードグループと、あとですね、僕が注目指名から月1回エアドロしていきます。エアドロしていくんで、条件クリアした方。まあ、このね、VIP トレード申請っていった場所に全部詳細あるんでね、ぜひ見ていくようにしてください。あと、BingDex、Bybit、そしてBitGet、こちらね、全部ね、手数料還元の URL、入金キャンペーンあるんでね、まあ、このチャンネルでのみね、特典ね、ゲットできることができるんで、まだ持ってない方ね、登録していくことね、強くね、推奨いたします。はい、じゃあ短期的には、まあ、このターゲットをまあ注目していくことがね、皆さんねお分かりいただけたと思いますけど、じゃあ次、まあ、アルトコインに関してどうなっていくのか、自分ですね、まあ、下落してってその後反発してくると思ってるんですよ。で、この反発するときにアルトコインがねかなりね大きく上昇してくると思ってて、でイーサリアムのロングね、昨日の動画で紹介したと思ったんですけど、思うんですけど、まあ、損切りポイントねヒットしたんですよ。で、まあ、イーサリアムね、まあ、仕方ないですこれ、VIP トレードグループで解説したんですけど、まあ、ビットコインがレンジ続けてってイーサリアムが大きく上昇する可能性もあったんですよ。アルトコインシーズンになってビットコインがレンジすれば、ビットコインのレンジ、資金がイーサリアム流れてくるので、まあ、イーサリアム全然ロングしてね、間違いじゃなかったんですけど、ただビットコインのショートもね保有しとけば今利益ね5万ドルぐらいになってたわけなんですよ。ただその利益がね減ったわけなんで、まあ、結果的には間違いだったんですけど、未来をね読むことは不可能なんで、まあ、どういうことかって言いますと、まあ、ここでもね X でもね共有したんですけど、150万超えてね助けてくださいみたいなツイートしたんですけど、はい、まあ、こちらね X にてね最新の情報、あとインスタにてもね説明欄からアクセスできる、インスタにもこういったね、自分のマインドとかストーリーね、YouTube では見られない、X で見られない他のね、投稿もしてるんで、説明欄の下の方からインスタもね、ぜひね、見ていくようにしてください。はい。
で、まあ、大きく狙うためにロングをしたわけなんです、イーサリアム。だから、まあ、低リスクのビットコインのショートはないし、ビットコインがショートね、下がることも明確だったんで、そのままホールドすればよかったんですけど、自分はイーサリアムが短期的に上昇する可能性もあると思ったんでロングしたんですよね。だから、まあ、そこがね、ちょっと読み間違えたんですけど、ただ、大きくリターンを狙っていく上には、そういったリスクがあることもやっていかないといけないんで、それの負けたパターンですね。たまたま負けたパターンが今回。もし買ってたら超大きな利益になってたんで、で、ビットコインがね、しばらくレンジ続けるね、可能性もね、普通にあったんで、そのリスクを取って負けたパターンが今回ですね。ただ、大きく狙うためにはね、こういったリスクを取らないといけないんで、まあ、今回またまた負けただけって感じなんで、はい。まあ、そんな感じで、まあ、リスクも取っていくよって感じです。で、そのヘッジのために、このバイビットのショットは、まあ、3回も話してますけど、2万ドル台までね、ホールドしていく予定なんで、バイビットの方はガチをやっていきます。で、ビング X の方とコインダブルの方は短期的に、まあ、トレード回してって皆さんに紹介していこうと思ってる状態です。で、まあ、反発するときに、まあ、このあたりでね、5万、まあ、700から4万8000から反発すると思うんですけど、反発するときに、アルトコインが上昇すると思ってるんですよ。はい。アルトコインが上昇すると思って、イーサリアムとかソラナもデイトレで狙っていけると思うんで、まあ、さっき言った取引所とかでね、手数料安いんでね、そこでね、自分は取引ね、しようと思ってます。で、皆さんもね、そのね、安い取引ね、手数料ゲットできると思うんで、確認していくようにしてください。まあ、短期的に反発はありますけど、最終的には、まあ、レンジし、まあ、下がってくると思ってます。ビットコインに引きずられて。そして、その後上昇していく形になってくるかなと考えている状態ですね。ただ、アルトコインはかなり不安定なんで、あまりね、これね、重視してますね。今、ビットコインをかなりね、重視してるんで、まあ、ビットコインの健康状態によってこの作戦変わってくるんでね、まあ、無料トレードグループ、VIP トレードグループの方でね、全部ね、これね、リアルタイムで共有していきたいと思うんで、無料トレードグループね、説明欄のこちら公式 LINE からね、特典でゲットすることできますし、この公式 LINE から VIP トレードグループね、これ説明全部ここ書いてます。こう見ていくようにね、していってください。はい、そしてなんですけど、肩元についてもね、見ていきたいと思ってます。で、肩元ね、かなりね、今ね、最新のニュースがありまして、はい、肩元に今かなりね、強いですよ。かなり最新のニュースがあって、まあ、ローンチパッドがこちらね、はい、まずね、ユニスワップ、こちら5月6日の日本時間の9時だったと思います。8時か9時にこちらベースに、11時 AM UTC なんでね、こちらユニスワップに上場してますね。これかなりポジティブです。そして、こちら見ていただいて分かる通り、はい、肩元はローンチパッドなんですね。ローンチパッドなんですけど、その一つ目のプロジェクト、レムっていったミームコインがローンチされます。で、肩元っていうのは、こちらですね、肩元は、ミーム専用のローンチパッドとしてやっていくんですよ。で、ミームはね、ミーム専用のローンチパッドね、完全に分散型のミーム専用のローンチパッドなんか存在しないんで、これが第一のプロジェクトになってて、で、自分でこのチームと話したんですけど、まあ、しっかりしてて、ちゃんとね、この業界でもね、コネがね、よくね、ちゃんとしっかりしてるプロジェクトでありますので、これかなりね、自分はね、安心してる感じですね。で、こちらね、初期の流動性ね、初期のマーケットキャップ時価総額が450万円以下ということで、めちゃくちゃ少ないです。っていうことは、ちょっとの買い圧で爆上げすることですよ。450万円分買われたら4倍するんで、単純計算。はい。で、肩元の出来高毎日見たら15億円ぐらいなんですよ。その、ちょっとの投資家が入るだけで、もし1億買われたら、なんぼですか ?1 億毎回割る、まあ、500に500万としたら20で、80倍ですよ。1億の買いだったら80倍以上ですね。間違って80倍ですね。する計算になるんで、仮にですよ。まあ、相場次第なんです。全部は相場次第なんですけど、計算したらそうなるんで、実際に。で、この初期流動性、肩元で組まれるんで、はい、プレスイールも全部肩で行われるんですよ。肩で行われるんで、まあ、開圧につながってくるんですよ。だから肩の開圧が今から生まれてくるね、可能性があります。で、もしね、肩元購入したいんだったら、パンケーキスワップで購入できるんですけど、ちょうどね、もうすでに肩元にコインWで上場してるんですよ。で、コインダブルね、テンセットもありますし、肩元もあるし、トランザクション費用ね、パンケーキスワップで買って 1% かかるんで、まあ、取引するんだったら、コインダブルの方が絶対ね、こちらお得になるんで、コインダブルしかね、今ね、肩元に取り上げてないんで、自分が紹介してる取引所で、まあ、コインダブル安心してね、使えるし、使えるんで、ね、日本語も対応してて、ぜひね、こちらコインダブルをね、登録していってください。はい、ということでね、最新情報ね、こちらお届けしました。で、一応ね、こちらコインダブルの上場してるね、ツイートもね、紹介していきたいと思うんですけど、はい。まあ、コインWがね、肩元をサポートするということでね、自分もね、コインWね、応援してます。はい。ということで皆さん最後までご視聴いただきありがとうございました。ちょっと緊急動画になりましたけど、ありがとうございました。また次回の動画で。